外とうまくいきましたね。いただいてもいいですか。ありがとうございます。そうですね、甘みもすごいです。お米の香りも強くて、冷たくてもすごい美味しいですね。やっぱ日本人で良かったなと改めて。意外とうまくいきましたね。これはもう一通り取った方がいいですよね。あ、そうですね。でもやっぱこれずっとやってたらやっぱ腰にね、はい、いやそうですね。で昔の人はやっぱ本当に大変だったんだなと、はい、思いますね。よっしゃ、うん。水分計を今分かってて、この中にもみを入れてこうすって皮をむいて玄米にして、玄米を実際にこの中に入れてこう潰して測る。まあ、ただそれじゃあこれがどの程度の水分かいうのをちょっと一遍実験やってみましょう。若干むけてるかな。出荷するときには必ず 15% にして出荷しないと、はい、あの受け取ってくれないんだよ ね、 あ、そうなんですね。農協なんかは、今 21.4%、 これがじゃああと 6%、7% ぐらい落ちるんですね、うんうん。これがコンバインね。でこれがいわゆる油で乾燥さす、これが乾燥機、これが乾燥機。さっきみたいな天日でやったら何日もかかるけど、これは一晩で乾かす。でこれ乾いたやつが 15% の水分で乾いたやつがここへ降りてきて、これでもみすりをします。
玄米が30これまあ30キロ袋なら30キロになると自動的に電子弁でカチャッと閉まって、これをこれで運ぶのを人間の手で運ぶと重たいんで、これに積んでこちらへずっと移動させて、これで出荷する、これで出荷します。で、まあ、もしこのままだ、このままだと、普通にスーパーの前にあるそのボックス型の精米の、そうです、これを持って帰ってあのスーパーのところでボックス型 の、 あの精米機で精米すると、白米、いわゆる精米後のきれいなお米になります。これにはですからぬかがたくさんついてるから、ちょっとこう茶色っぽい色をしてますよね。緑色っぽい色が少し粒で残ってると思うんですけど、はい、はい、緑っぽい色、実はこれがお米のうまみ成分です。お米が美味しいね、風味がいいねというのはこの実は青み、美味しいお米というのは本当に賞味期限が1週間とか10日ぐらいなんで、玄米を仮にもらってもそれをたくさん一気にあの精米するんではなくて、本当は少しずつ精米して食べると、うーん、取れたてのお米が食べれる。だから我が家は、コイン精米機は使いません。我が家に全部この玄米をその精米機の近くに置いといて、食べる時だけ精米をして自分方でちっちゃい精米機を買って、そこで精米をして、まあ食べる分だけを精米して、いつも美味しい状況で食べるというふうにしてます。はい、全然いいですよ。はい、すごいな、出来たてのお米をおにぎりを今回作っていただきましたので、この最高のロケーションでいただきたいと思います。もうせっかくなんでもう手で、はい、どうぞ。いいですか。いいと思います。あ、これは梅です。はい、あ、そうなんですね。うん、もうツヤすごいですね。すごい、もう白い。といただいてもいいですか。ありがとうございます。そうですね、甘みもすごいです。お米の香りも強くて、で おにぎり今冷たいんですけど、冷たくてもすごい美味しいですね。やっぱ日本人で良かったなと改めて思いました。もう本当この最高のロケーションで出来たてのお米が食べられて本当にありがたいなと思いました。いやもう、うん、美味しい。いいですね、外で本当こんな感じで、遠足みたいな感じよな。外で食べた方が同じものを食べるんでも美味しいよね。うん、一回、うん、機械化になったけど、改めてこう、うん、自然の方法で、うん、自然の方法でね、うん、あの、うん、冬寒い時に落ち葉を取って帰って、それを田んぼに撒いて、うん、そうですね、冬からその準備というか、そうね、うん、冬田んぼにカキ殻を巻いて、はい、すき込んで、そういうね、あの米作りの除草期間があって、まあ、初めて田植えの狩りがね、あって作る裏側が見れて、だからこそこんだけ手間がかかってるからこそこの美味しさというかこの味なんだっていうのがなんかつくづく感じるというか、だからやっぱああいうのを見ると、はい、きっと食べたものも同じ味なんだろうけど、ちょっとこう食味が増すっていうのは ねやっぱりああいう裏側の苦労を見るから、あ、これは俺が写真撮ったあの米かと、
いう思いがきっとじんわりと、そうですね、お米にこう伝わってくるんじゃないかな。あ、味噌汁飲んで、はい、味噌汁飲んで、からこれはあなた何度も食べとるけど、あなたが今日来るからで田舎の黒豆を、あ、ありがとうございます。お母さんが、うん、花ちゃんに食べさせよう言うて、ありがとうございます。3日前から煮込んでます、うん、ごちそうさまでした3日前から煮込んで、ちょっとこれ全部食べれないかもしれない、すみません。食べなさいよ、もう残さないで。食べれます、食べれます。のビニール袋の中で売ってるけど、やっぱりね、自分らで摘んだやつをから取って、はい、干して、うん、で自然の製法で調理をして、うーん、豆自体の甘さというかあるよね、すごいしっかりしてますね、うんうん、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。